竹中重門は、安土桃山時代から、江戸時代の武将。戦国時代の軍師として知られる、竹中重春の着手。関ヶ原の戦いの黒田長政、竹中重門神話と天正元年、誕生。父、重春の死後、十四の竹中重都氏の貢献を受けて、橋場秀吉に仕える。天正十二年の小牧、長久手の戦い。 天正十八年の小田原征伐などに従軍する。天正十六年に従五位した丹後紙。翌天正十七年には、美の国府和軍に五千国を授けられた。文禄の役では、名古屋城に駐屯し、慶長の役では、軍滅家として朝鮮へ都会した。戦後、戦功によって、河内国内に戦国を活用される。慶長五年の関ヶ原の戦いでは、 当初西軍に属して、犬山城主、石川貞基を援助するが、井伊直政の仲介によって東軍に倉替えする。そして他の主たる東軍の武将同様、自らの居城である、母大山次郎、徳川家康に提供している。本戦では、幼馴染でもある、黒田長政軍に合力して、激戦地で奮戦した。9月16日、徳川家康は、 大海に向けて出発するにあたり、茂門に米戦国を与えて、領地に迷惑を及ぼしたことを謝するとともに、戦場の死体を収集して、首塚を作ることや、損害を受けた謝辞の修復を命じている。さらに戦後間もない9月19日、伊吹山で西軍の武将、小西幸長を捕獲するなどの功を挙げ、家康から直筆の感情を受けた。また、幕府旗本として、 美の岩手山を安堵され代々継承した。当初六千国であったが、孫の竹中茂高が相続し、交代より愛となる際、弟の茂行に千国を分治し五千国となった。諸子の茂次は、長政との縁により、福岡藩黒岳に重心として仕えた。戦後は、竹中氏陣屋に拠点を移し、二条城の不審や、大阪の陣にも参加したが、寛永八年に、 江戸にて死去する。去年59。墓所は東京都港区の仙学寺。以上、近代デジタルライブラリーで閲覧化現代語訳、豊か感。ありがとうございます。